今日名古屋市が始めた観光スポットを紹介する新たなウェブサイト。レベルの高い AI 機能を持ったデジタルマップはほとんど日本初、ここが初めてだと。名古屋の観光を楽しんでいただきますことを期待しているところでございます。名古屋観光デジタルマップは使う人の年齢や同行者の人数、さまざまな好みを AI が分析し、名古屋のおすすめの観光ルートを提案してくれるというものなんです。スマートフォンやタブレットで誰でも無料で使うことができます。今後紙マップの予算をよりをつけるということが難しくなって、でだったらデジタルで展開したらどうだろうっていう。名古屋市が観光案内所などで無料で配布していた紙のマップは2016年に年間で最大67万部を発行していましたが、スマホの普及などで需要が落ち込み、市の予算も削減されました。そこで AI を使ったデジタルマップを名古屋市やスタートアップ企業などが開発、来年3月には従来の紙のマップを廃止しデジタルマップに完全に切り替えます。宿泊ホテルや飲食店などの情報量が紙のマップのおよそ2倍になっているということです。早速記者が使ってみました。私の好みと今の状況を入力してわずか数秒で観光プランが提示されました。名古屋に住んで3年ですが、私がまだ訪れたことのない場所まで提案してくれてます。 AI が提案してくれたコースをもとに名古屋の街を散策すると、 AI が提案してくれた駄菓子屋さんがありますので実際に行ってみようと思います。名古屋市西区にある300種類以上の菓子が並ぶ菓子問屋たつや。70年以上営業していて、珍しい駄菓子も手に入れることができます。氷屋さんが全然なくなっちゃうじゃないですか、うん、まあ、いわゆるコンビニとかああいうのになっちゃって、はいはいはい、名古屋ぐらいしかないじゃん。東京、そうなんですか。東京、大阪もだいぶもうなくな、どんどんやめてちゃうんで。こういう観光マップに乗ると、うん、結構観光客の方が増えると思うんですよ。そうですね、新しい客層で。そうですね、今までその観光客そこまで多くなかったので、まあ、少しでも増えていただければ嬉しいですけど。そして最後に勧められたのが、名古屋といえばここ名古屋城も AI の観光ルートに組み込まれていたのでやってきました。名古屋城を観光中の皆さんにも AI での観光コース作りを試してもらいました。レゴランド行って、全然知らないところも出てくるんで、いいですね。自分たちで考えるの結構時間がなかったりするから、そういうのある程度目安があると動きやすいというか、なんか新しい発見がありそうですね。動物園じゃない、動物園じゃない、動物園じゃない、動物商店街もそうだよね。動物商店街に行くじゃん行くじゃん、結局すごい進化したなっていう感じがしますね。魅力最下位とも言われる名古屋市、 AI のおすすめで観光地としての魅力アップにつなげられるでしょうか。